はい、お疲れ様ですということで、えー、先日注文していた2枚目のグリマの T シャツが届きまして前回ですね今まで着ていたものよりも少しサイズが大きめに作られてましてで違和感持っていたわけで,で2枚目はどうなることやらと思ってで、まあ、それを待ってですねメーカーさんに問い合わせしようかなと思ったんですけれども 2, 2枚目はですね本当にぴったりというか、まあ、今まで着ていたものと、まあ、ほぼほぼ変わらず着心地も本当に良くて自分のサイズに自分の体にですねサイズぴったりに合ってるものが来ました求めていたものはこれだということでなので、まあ、これで4枚目かなこのサイズのものが頼んだサイズのものが4枚目なんですけど4分の1 前ですね、少しこうまあき規定から外れてるというか本まあわずか数センチなんですけど、えー、ちょっと、まあ、大きさが <laughs> 異なったということででまあこれくらいだったらですねもういいかなと思いましてメーカーさんに問い合わせるのはやめておこうかなと思いました。 でまあ、切れないわけではないですのでね、えー、縫製がなんか甘いとか何か切れてる、えー、汚れとか破損とかしているっていうわけでもないですので、まあ、少し大きめですけれども、まあ、あの動く分にはまあ大きい方がいいわけで、えーまあそ,れまあ、それもですね、えーまあ、踏まえて、えー、受け止めてというか使おうと。 思いますでまあこのグリマの T シャツ以外にですね自分に合うものって、まあ、必ずあると思うんですよね、えーまあ、どこかに <laughs> しかもあの今よりもっとこうお手軽でお手軽な価格でしかも品質も良くてみたいな感じであるとは思うんですけれどもなんかそれを探し求める労力ですとか時間 お金ですとかあそういったのを鑑みてですね、えー、もうこれ以上追求するのはもう割に合わないよともう辛労の方が <laughs>、あのー、溜まっていくばっかりで、えーまあ、寝ても覚めてもそのことばっかりみたいなことになってしまっては、えー、たかが、まあ、数百円のためにですねそこまで、あのー、頭を、えー、ちょっといっぱいにすることもできませんので。 もう今回はもうボロボロになるまでって言ってもこれなかなかボロボロにならないんですけど、まあ、本当にあの思う存分、えー、もう使い倒そうかなと思いますでその上でですね例えば追加でまた購入した際に品質の低下ですとかあとはその価格の上昇みたいなのがあったらですね、まあ、それはその時考えようかなと。 他のメーカーさんのものをちょっと使ってみようかなとか、えー、その時にまた考えようかなと思います、はいまあ、とりあえず T シャツ、まあ、4枚5枚、えーまあ、あのまだまだたくさんありますので、えーまあ、この夏はこれくらいにしておこうかなと、えー、思いますこのサイズの件に関しては、まあ、これにて終了ということですね2枚目もですね もう明らかに大きかったら、まあ、それこそ問い合わせてでもう仕方ないとかですねなんかまあわからないですけどなんかそういったあの回答があればあの諦めようかと思ったんですけど、えーまあ、たった1枚ですのではい今回はもうよしということではい、えー、この件は終わりです <laughs> はい、えー、ということで以上。